はいどうも、アスタの食べ頃です。今回ご紹介するのは、サーバントゼロ天使 100% 青玉デッキを紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずこのデッキのコンセプトなんですけども、サーバントゼロ枚ということで、デッキ内の天使を 100% の、天使の比率を 100% にすることで、トラッシュの天使15枚の条件を達成を満たすというようなデッキコンセプトになっています。この、おかげで、悪言や延期を悪言や、延期ですねの効果を使っていくデッキになっています。それを実現させたのが今回コリジョンで、収録された、こちらピルピルキーになります。で、毎ターン手札を捨てることで対戦相手をルリグダメージを受けなくするっていうような効果になっています。また今回のデッキはですね、前回ご紹介しました、カルマアルテマの青玉デッキを、強化してますので、カルマアルテマも採用しております。で、カルマアルテマキーなんですけど、対戦相手のドローリソースを奪う構成に、なっているという形になります。はい。また天使なのも、天使 100% ということで、コンセプトにも合っていて、ポイントですね。はい。ルリグデッキの紹介になります。コンセプトの、ピルピルキーと、カルマアルテマが入っています。あとは、対戦相手と自分の手札の差をつけるためにアンシエントグループを入れています。あとはジャイアントキリングなんですけども、ルリグダウン凍結と、の効果を使用することでピルピルキーと合わせて5ターンルリグダメージを受けないということが可能になっています。ピルピルキーが、基本的に、レベル1から3で使用して、カルマアルテマメイデンイオナに、変えますので、3回ダメージをレベル1から3で3回ダメージを防いで、ジャイアントキリングのルリグダウン凍結で、5回を防げるというような構成にしています。ジャイアントキリングの、もう一つのモードは大体、トラッシュ送りか、ハンデスを使っていっています。例えばそのドロー狙いのスペルに対して、スペルカットインすることもおすすめです。例えばその 赤でよくあるんですけど、祝福の孤高だとかに使うとも有効かと思います。はい。最後のアーツなんですけど、イノセントディフェンスを入れています。でこちら使う効果が、ルリグアタックできないと、またトラッシュの資源2枚回収もしくは資源のダウン凍結あたりを使っていきます。で、一番初めここをですね、違うカードにしてたんですけど、問題点がありまして、ピルピルキーが、レベル1から3までしか使えなくなってくると、グズコのダイレクトですねが、もろに食らってしまうっていうところがあったんで、グズコのダイレクトにも、対抗できるようにイノセントディフェンスを入れています。あとは、ルリグに関してなんですけども、玉より姫がレベル0、レベル1がコインを得るやつ、レベル2がコスト5のバニラのやつ、レベル3が、リミット7でコインを2枚得るやつですね。で、レベル4が普通の、玉、青玉ですね、なっています。次は、シグニデッキの紹介になります。先ほど、コンセプト通りなんですけど、デッキ内すべてのシグニが天使 100% になっているので、毎ターンピルピルキーでカードを捨てるていくっていうような、コンセプトになってました。そこで、手札が減りますので、エウロスとアルペイウスで、を採用しています。エウロスなんですけど、コリジョンで収録されたカードで、自動効果でこのカードを捨てた時に青1エナ支払うと、ワンドローします。これで手札のアドを取り戻すっていうような感じですね。ピルピルキーで捨てて青1エナ支払って、カードを、引くことによって、手札が、減らないっていうようなことができます。で、エウロスの効果で、青エナを結構支払っていくので、エナチャージをするためにアルペイウスを採用しています。アルペイオスは、手札から天使のシグに3枚エナゾーンに置くことでワンドローできるので、1枚手札を増やせるっていうようなところも相性がいいと思ってます。はい。で、アーツも結構コストが高いので、アルペイオスは必ず1試合に1回は使わないと、結構デッキの周りが悪くなってしまいます。ですので、このアルペイオスを手札に持ってくるために、マナナンだったり、メイですね、を採用しています。で、マナナなんですけど、効果で自動効果で自分がガードステップ以外で手札を捨てると、効果を誘発して、デッキトップ、2枚をめくってデッキトップか、トラッシュに送るっていう効果になってます。この効果で、これとマナナとピルピルキーとエイロスを使うと、いい感じに効果を発動するんですけど、ピルピルキーがある状態でマナナ出しておいてピルピルキーの効果を使います。で、手札を捨てるときにエイロスを捨てると、マナナとエイロスの効果が誘発します。で、まずはマナナの効果をから解決して、デッキトップを2枚見て、好きなカードを、トラッシュに送るでもいいですし、引きたいカードがあればデッキトップに戻します。で、デッキトップに戻したのはそのまま引けたりだとか、
まあ、手札の質を結構高められるっていうような使い方ができます。でまたマナナンは、トラッシュに置くことができるのでトラッシュの、天使のシグニを、まあ、15枚達成っていうのにも貢献してくれます。でまあ、あとはメインなんですけども、レベル3以下の、天使を基本的には持ってくる効果を使います。でまあ、それで、まあ、持ってくるのは、まあ、アルペイオスだったり、まあ、あとは、マナナンだったり、あとですね、後半でも使えるんですけど延期を持ってくるのもいいと思います。大体その使っていくとレベル3ではにはもうレベル、天使15枚が達成しているので、まあ足りない延期を持ってくるっていうような使い方が、できると思います。まあ、他のシグニの採用、まあ、理由もちょっとお話ししていくと、まあ、ハルワタートとスタノアタですね、ここレベル1です。で、まあ、ハルワタートに関しては、まあ、アタック時デッキトップ確認して天使ならエナチャージですので、まあ、天使 100% ということで、まあ、確定で発動します。で、まあ、アーツやシグニの効果でエナを使用するため、まあ、一応、エナチャージということで採用しています。スタノアなんですけど、アタック時に青 1エナ支払うことで自分のトラッシュの天使が3枚だったら、対戦手主義に1体マイナス2000という効果ですね。まあ、序盤の面明けに使用します。で基本的に、まあ、アンシエントグルーブだったり、まあ、カルマアルテも貼ってたりすると対戦相手も手札が結構カツカツになったりするので、まあ、そこで、まあ、レベルの、まあ、低いパワーラインが低いシグニを出してくれると、まあ、それをスタノで除去していくというような感じですね。まあ、トラッシュの3枚も結構達成しやすいので、まあ、使いやすいということで入れています。まあ、特にその羽根等の、まあ、止め系のルリグに対して有効かなと思います。まあ、あとはアーダヒーターですね。まあ、これはレベル4の青玉のコイン技を使うために4枚採用しています。はい。であとはバースキー1枚ですね。まあ、こちらは結構自由枠かなと思ってるんですけど、まあ、レベル1が、まあ、18枚かな入ってて多いんですけど、実際エウロスは手札の捨てる効果を使用するので、まあ、ほぼ倍に出さないんですね。なんで、まあ、レベル1の調整用として入れています。まあ、青1エナ払ってデッキトップ確認して天使だったら手札に加えるので、まあ、天使 100% ということで、まあ、コンセプトになってるかなと思います。はい。あとはですね、LB の方行きましょうか。イキシチマなんですけども、まあ、こちら、出現時効果で、トラッシュの天使のシグニをデッキに戻すっていう効果を主に使っていきます。まあ、一度イキシチマの効果でデッキに戻してしまえばカルマアルテマの効果で、まあ、1枚ずつしか引かないのでリフレッシュにも入れないっていうような、まあ、構成が可能になってます。まあ、延期ではアークゲインの効果を使うために、まあ、トラッシュに天使がたくさんいた方が有効ですので、イキシチマを一応1枚入れています。あとレベル4ですね。まあ、アークゲインは言わずもがなと思います。まあ、天使の15枚はすぐ達成するので、開始時に、アタックフェーズ開始時にワンドローができます。あとは、出現時の効果で自分が天使を1枚捨てることで対戦相手手札も捨てるというような効果で、まあ、対戦相手を追い詰めていくって感じですね。今回ですね、ボレアースとサキエルを、まあ、採用しています。まあ、この2枚は、まあ、主に面明けのシグニです。でカルマアルテム軸だと、まあ、ボレアースの方が相性がいいかなって考えています。理由が、まあ、どちらも手札の差をがあると対戦相手シグニをバニッシュするっていう効果なんですけど、サキエルの方が4枚差が必要で、結構この4枚差っていうのが厳しいんですね。というのが、自分もアルティマメイデンで手札をあんまり引かないっていうのがあるのと、実際にそのサキエルの場合は、自身の出現時効果でエナコストを支払うことで自分がワンドの対戦相手手札1枚捨てるっていうことで、まあ、手札の差を、稼いでいくんですけど、まあ、なかなかコストが重いと。まあ、これちょっと支払ってると、例えばアーツが使えなくなってるっていうところで、まあ、手札の差がつきにくいっていうのが問題でした。まあ、なんですけど、まあ、ボレアースに関しては、エナを支払わずに対戦相手の手札の差を埋められるっていうのが一番大きいですね。まあ、出現時効果で対戦相手の手札1枚を、まあ、チェックゾーンに置いておくと。まあ、その間だけ、対戦相手の手札が減るので、まあ、手札の差がつきやすいと。まあ、なおかつ、4枚差つける必要がなくって、まあ、3枚差でも、まあ、レベル3以下であればバニッシュができます。で基本的にカルマアルテマは張ってるんで、対戦相手で手札カツカツなんで、意外とレベル3だったりレベル2が出てくる場面も多かったりします。まあ、なので、ボレアスの方が使いやすいかなと思ってます。まあ、ボレアスはあとはライフバーストが結構強くて、まあ、対戦相手の手札を1枚捨てて、かつ自分の手札が3枚以下ならワンドローっていうライフバーストなんですけど、まあ、非常にデッキコンセプトになってるなと。まあ、特にですね、まあ、序盤に発動すると、まあ、手札が自分が3枚以下っていうことが多いので、ワンドローが結構、まあ、使いやすいというところになっています。まあ、ただ、まあ、サキエルとボレアスに関してはちょっと好みで枚数調整はしていただいて構わないかなって思っています。まあ、これがまあ基本デッキとしてあって、まあ、あとはちょっとデッキの編集案ですね、の方をご紹介させていただきたいと思います。まあ、アーツなんですけど、対戦相手のルリグダメージを受けないために、まあ、ピルピルキーとジャイアントキリングは必須かなと。で、アンシエントグルーブも、まあ、アドを取るために必須なんで、まあ、ここ、イノセントディフェンスの枠が、
まあ、自由枠っていう感じになってます。で、一つ前に思ってたのが、まあ、今回あの診断で出てきたプロテクションマッピングですね。自分のルリグのレベル分ですね、ドローするかエナチャージする、まあ、レベル4だったら4ドローもしくは4エナチャージをして、まあ、デッキトップをライフクロスに加えると、まあ、ライフクロスに加えてるんで一応ルリグダメージは1回防げるっていうような感じですね。はい、であともう一つの効果が、このターンと発動したターンと相手のターン、あ、次の相手のターンの間、場以外の領域のカードが対戦相手の効果によって移動しないっていう効果なんで、まあ、例えば、まあ、ライフバーストを守る場合なんですけど、まあ、ランサーとかですねに対して非常に有効だと考えてます。まあ、玉寄り姫のコイン技で、まあ、アーノヒーターとかを、まあ、トラッシュから場に出すんですけど、まあ、対戦相手が、ランサーとか S ランサー持ちだと、まあ、全く意味がないので、まあ、それをケアできるっていうところで採用の余地があるかなと思います。ただあのグズコのダイレクトがもろに食らってしまうので、まあ、イノセントディフェンスにした感じですね。はい、あとはあのイノセントディフェンスも、まあ、プロテクションマッピングもエナコストがちょっと重いので、まあ、メモリアル5とかもいいと思います。まあ、メモリアル5は、青1で発動できるんですけど、まあ、追加で青1コストずつ払うことによって、まあ、モードが追加されていくっていう効果ですね。で、モードの方がカード1枚引くか、手札を1枚捨てるか、レベル4以上のシグニをダウンするか、まあ、レベル3以下のシグニダウンするか、まあ、最後は対戦相手全てのシグニを凍結するですね。まあ、基本は、レベル3以下とレベル4以下の2体、まあ、ダウンすればいいかなって思うんですけど、あの、花代ですね。あの、2度目の花代には全くもって効果がちょっと薄いっていうところで、若干使いにくいかなと思います。はい。まあ、あとはもちろん、あの、最後に、まあ、コリジョンで収録された消風水月ですね。まあ、この辺りは3エナで結構コストも抑えられて、対戦やってバニッシュしつつ、まあ、ダウンして、まあ、2面防御ができると。で、まあ、場合によっては、まあ、対戦やって手を出してるっていうこともできますので、まあ、結構コンセプトに合ってるかなと思います。はい、まあ、この辺りは結構自由枠で使っていただいて、あの、構わないと思ってます。あとはシグニデッキの調整ですね。ちょっとコンセプトからずれてしまうんですけど、バースキンの枠が、まあ、自由枠であると、まあ、ちょっと申し上げたんですけど、実はですね、あの、ここを自由枠で、まあ、何に変えようかって思った時に、これですね、メロっていう、まあ、青色のシグニで、まあ、バニラ能力を持たずに、まあ、レベル4だったりのシグニとかは相性いいかなって思ってます。理由が、そのバニラだったら青玉の効果で、レベル4の玉の効果でコイン技を使用することによって、まあ、場に出せるんですよね。で、これを、まあ、ピルピルキーですね、の効果で出現時に、もうエナゾーンに置いてしまうと。まあ、デッキ内からエナゾーンに置いてしまうので、まあ、天使 100% じゃなくなるんですけど、実際はデッキ、あの、1ターン目にピルピルキーでメロをデッキに、あの、エナゾーンに置いてしまうので、まあ、ほぼ、まあ、天使、デッキ内の天使を、まあ、保てるっていうような感じですね。まあ、あとはレベル4がちょっとコストが重いということだったら、レベル3あたりも入れてもいいのかなと思います。まあ、ここでまあバニラを使ってしまうので、まあアーナヒーターが1枚抜けてもいいのかなと思っています。ちょっとレベル1が少なくなってしまうんですけど、まあ、そうしたらそうですね、レベル3あたりにこいつですね、ネフィリムっていう、あのコリジョンで収録されたカードなんですけど、このシグニー、まあ効果が2つあって、1つ目が、自動効果で、アタックした時にターン終了時まで対戦相手のシグニー1体のパワーを、トラッシュにある青のシグニー1枚につきマイナス1000します。で、このデッキ、まあ、レベル3になったら基本的に天使がまあ15枚近くあるので、まあ、マイナス7000からまあ8000ぐらいは結構余裕でいきます。なので、レベル3以下ぐらいは2種できるようになってます。また、出現時効果で各プレイヤー手札を1枚捨てるっていう感じなので、まあ、対戦相手と手札を捨てられるというところで、まあ、相性がいいかなって思ってます。で、あの、後半になればなるほど、天使の、あ、トラッシュの天使の枚数が、まあ、20枚から25枚とかなったりするんで、まあ、レベル4も、まあ、アタックトリガーで焼けると。いうようなところは結構相性いいかなって思ってます。まあ、なので、まあ、ネフィリムに関してはちょっと延期がですね、あのレベル3以下しかデッキトップに置けないので、まあ枚数ちょっと調整してもいいかなって思っています。以上で、サーバント0枚、まあ、天使 100% 青玉のご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。またね。はい、どうも、アスタータベゴールです。ここからは青玉デッキのおまけです。まあ、青玉デッキの紹介というよりかは、ピルピルキーの紹介に多分なると思うんですけど、まあ、ちょっとおまけですね。まあ、このデッキの場合のお話なんですけど、バースキーが、まあ、自由枠であるというところで、まあ、メロだったり、まあ、バニラのシグニを入れればいいっていうお話をしました。ただ実は、
バニラだったら、まあ、何でも出せるので、じゃ別に青色じゃなくても良いと考えられます。なので、まあ、例えばそこをですね、まあ、こんな赤だったり緑だったり黒だったりと、まあ、自由に色を選べるんですね。ちょっと僕白のバニラ持ってないんですけど、まあ、自由に色を選べるというところで、1コストはどの色でも出せるっていうことになります。はい、なのでここのアーツをですね、まあちょっと色変えてもいいんじゃないと、1エナのアーツだったら何でも使えるというところがありますので、まあ、こちらご存知でしょうか。はい、サイクルがあるんですよね。1エナで、まあ、効果が1つあって、キーをルリグトラッシュに置くことによって、まあ、追加で効果を得るっていうようなアーツがありました。まあ、これを採用してもいいんじゃないかなって思います。まあ、具体的には、白だとエーススパイク、まあ、赤だと一四方か、緑子のバスケ、まあ、オカリティックサインは青なんでそのまま使えるんですけど、あとはノンフィクションコミックスあたりですね。このあたりは全部、使用可能です。はい、なのでまあこうですかね。はい、まあ、ピルピルキーで、まあ、色の能力を持たないシグニを持ってきて、まあ、これどれかを使えるという感じですね。まあ、青玉の場合だったら、結構対戦相手のシグニをバニッシュする効果が少ないので、まあ、石ホーカーとか、まあ、あたりは結構おすすめかなと思います。はい、あとちょっと変わった使い方だと、まあ、ノンフィクションコミックも結構面白い使い方ができます。場合によるんですけど、レベル3以下のシグニまず1体バニッシュして一面防御ができます。でトラッシュからシグニ1枚を、まあ、バニ出すっていう効果があるので、まあ、天使が16枚以上あったらアークエインを持ってきて、アークエインの効果でシグニに、対戦相手シグニの効果を受けないっていう能力を持たせることができます。あ、ごめんなさい、あれですね、対戦相手が1枚以下の時かに、耐性持ちにできるので、ノンフィクションコミックでアークエインを持ってきて、まあ、頭のコイン技で、まあ、このバニラですね持ってくれば、対戦相手のアタックトリガーも天使だったら効かなくなるので、まあ、このあたりは、まあ、使いやすいかなと思います。あ、色付きだとちょっと天使じゃなくなっちゃうんで、まあ、穴引いてあったりですかねを、まあ、コインマスで持ってくれば、まあ、ノンフィクションコミックで、まあ、レベル3以下バニッシュ、アークゲインと、まあ、バニラので3面止めが一応可能です。まあ、結構条件が厳しいので、まあ、あんまりおすすめはちょっとしないんですけどですね。はい、であとはここですね、まあ、例えば白エナだったらですね、こんなのもありますよね。ゴールドディフェンサーとか。実はこのデッキですね、レベル3で、カルマ・アルテマキオ・ハルツ・ゴージョー、まあ、レベル7をコイン2枚得るやつにしてるんですけど、コインが1枚余っちゃうんですよね、デッキ構成上。まあ、なので、コインベッドできるゴールドディフェンスとかは、まあ、相性がいいかなって思います。であとはですね、まあ、コインベッドっていうことで、イレーズリフランですね。まあ、ちょっと見かけないかもしれないんですけど、1キーコストでベッドすることで、端子領事まで対戦相手のシグニ1体の効果を、能力をなくします。で、別途していた対戦相手すべてのシグニの能力を無効にします。まあ、そのアタックトリガー持ちだとかの、対戦相手のシグニは結構有効なカードになっています。まあ、能力をなくすのでアタックトリガーがなくなるので、タマエル姫のコイン技で、まあ、アナヒーターだったり、まあ、今回のその、白、この場合は白かなのバニラのシグニを持ってくることで対戦相手のアタックも防げます。で、まあ、最後にこれはちょっと乱用すると良くないんですけど、黒エナでジェラシーゲイズですね。まあ、これもちょっとおすすめです。黒1無色1なので、まあ、黒エナがピルピルキーであれば使用ができます。効果が、まあ、自分のメインフェーズにしか使えないんですけど、次の対戦相手のターンの間、対戦相手はパワーが1万2000以上のシグニを、まあ、場に出せないと。パワー1万2000以上のシグニを場に出せないので、まあ、基本的にレベル4以上のシグニが場に出せなくなります。で、これ何が面白いかというと、このデッキの場合なんですけど、まずレベル3でピルピルキーの効果で、対戦相手の、このカードをルリグトラッシュを置いて、対戦相手の、シグニ1体を、まあ、エナゾーンに置きますと。で、エナゾーンに置くカード大体ですね、まあ、レベル3とかのシグニにしておけば、まあ、主力級のレベル3だったら、まあ、次のターンそれがまず出ません。はい、で、さらにカルマアルテムを貼ります。で、天使が15枚、揃っていたら、まあ、レベル3以下のやつを延期でデッキトップに戻します。で、ジェラシーゲイズを発動します。で、すると何が起こるかというと、対戦相手はまずピルピルキーでエナゾーンに置いたシグニがまた次のターン出せないと、まあ、手札にダブルと。
で、まあ、なおかつレベル4以上も出せないので、まあ、それも手札に残っていくと。で、カルマ・アルテマキーの効果があるので、デッキトップから引くカードが、まあ、延期でデッキトップに送ったカードぐらいになるというところで、結構対戦相手の動きを制限できます。なので、一旦その、ターンは対戦相手の動きをまあ制限することができます。で、まあ、制限した自分の次の開始のターンには自分がレベル4になってるんで、マークゲインだったり、で、まあ、対戦相手の手札をまあ積極的に捨てていくということができます。で、あとはまあ、もうちょっとこのハンデス寄りにするのであれば、まあ、サキエルとかボレアスあたりを、まあ、今回収録された、はい、まあ、ボレアスとかですね。はい、あ、モーゼスか、ごめんなさい。モーゼス。まあ、今回収録されたモーゼスとかに変更して、まあ、対戦相手の手札を捨てていくと。っていうこともいいと思います。はい、以上になります。まあ、ということで、まあ、ピルピルキーの効果で、まあ、エナゾーンに、まあ、何でも、色のカードを置けるから、まあ、1枚を、まあ、適当に色のついたカードにしておいて、まあ、それを、を利用して、まあ、いろんなアーツを入れていこうっていうような、デッキの編集案ですね。をご紹介しました。で、今の考え方は、この青玉に限らず、まあ、ピルピルキーが使えれば、まあ、どうできるも利用ができるので、まあ、ぜひご参考にしていただければと思います。以上でおまけになります。ご視聴いただきありがとうございました。またねー。